思い出していたのはまた家族のこと。あやのはお姉ちゃんだからみんなのことよろしくね。の壁小さな家の中でひそひそ話そう秘密の作戦みたいに連れてこられた3人の真っ赤な目には大人に隠してた過去がある。怯えた顔で僕は化け物だから私を告げるそんなことはないよって真っ赤な色は主人公の色だから怯えていなくてもいいんだよ。面白いこと悩んでは今日もお姉ちゃんブーブーでほら見ていて赤いマフラー巻きつけた秘密組織みたい茜色染めて始めよう小さなヒーローのふりだけど少しでもまた笑えたらって今日も家族でいよう幸せを願おう先にある未来がどれだけ悲しくてもこのことは秘密だよ楽しくて日が沈んだ